はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、京都の、東映太秦映画村へやってきましたね。初めて来たね。ちょっと楽しみですね。はい、じゃあ行ってきましょう。はい、これは裏口みたいだね。撮影所の側だって感じ。撮影所側、なるほどね。あ、いいね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 、すごいいい感じだよ。子供忍者恐竜だね、確実に。なぜかこの古い町並みの中に恐竜がいるんだけど、どうなってんの。うおー、新選組のさ、豚書があるんだけど、いちごやくまいもあるよ。どういえ、おでかさんのこと。ゲダヤ。ホテルだよ、ホテル。宿です。宿。あ、階段まであるよ、パパ。でも階段。でも行けないね。そうだね。階段は上行っちゃいけないんだ。あ、あれはやっぱ行ける。子供っぽいな。すごい。ちょっとリアルだね。あっちまで行くのもあったよ。しゃがって。今日はね、ナイター祭りなんだって。うん、夜ライトアップがされたりするんだってさ。ここ？ここじゃないかな。さすが東映。ゼロの巣いるじゃん。ゼロの巣。DK でもいいですよ。この手裏剣のですね、ドガっていう部分を親指と人差し指でこんな風にグーみたいな形で握ってください。はい、では握っていただきましたら、この的の中心の黒い丸めがけて縦にまっすぐ勢いよく投げてみてください。投げたやつが返ってきたりすることもありますが、投げ返したりはしないようにお願いします。チャンスは1人1回だけですので、集中して投げていきましょう。はい、ではどうぞ皆さん投げていってください。どうぞ。あー、刺さらなかった。パパやってみていい？では投げ終わったら後ろに下がって、まだ投げてない人に代わってあげてください。おい、刺さった。刺さった。刺さったよ。すごい本気でやったよ。本気でやったよ。ちょっと待ってね。あ、そんなに揺れないね。あ、よかったよかった。揺れるけど結構揺れる。あ、足の裏気持ちいい。いける？あ、いけるじゃん。大丈夫だ、先の扉。パパ、これパパ入る席じゃなかったかな。そう、当たらないように。おお、早い早い。君、そんな得意があったの。早い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 。待って、早かった、すごい。早い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 。網頑張って。あ、いいね、いいね。気をつけて。どう、楽しかった？うん。結構面白かったね。うん、パパも結構楽しんじゃったよ。もう2回ぐらいいける。もう2回ぐらいいける。
はい、ということで今回は京都の太秦映画村でしたね。なかなか面白かったですね。えしん君どこが面白かった？迷路とか、うん、忍者の修行とか。あ、忍者修行ね、うん、面白かったね、あれね、うんうん、また行きたい。そうだね、ちょっと影になっちゃってるけど、うん、パパはあの江戸の、江戸のっていうか昔ながらの景色を見て楽しかったかな、うんうん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。